マサ、はい、今日はどういうテーマですか？お金を5倍のスピードで増やす方法という話をしてみたいなと思います。もともとですね、お金を増やして富裕層になろうっていうことでこのチャンネルを始めているわけですけど、普通のペースでお金貯めるのと5倍のペースでお金貯めるので、当然富裕層になるための達成速度が違うっていう当たり前の話なんですけどね。で、ちょっとこういう方法もありますよっていうので、ね、今日皆さんご紹介できたらなと思います。この令和の富裕層研究所でですね、令和の富裕層になりたいあなたにですね、お金の情報を様々お届けしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず今の一般的な収入を得てる方がどれぐらい貯金できてるかって話をしたいなと思うんですけど、ケンさん何割ぐらいだと思います？何割？収入の何割貯金できてるか。そうですね、まあ2割とかですか。はい、ネットで調べるレベルなんだけど、はい、大体ね、本業の収入の3割ぐらいを貯金できてるっていうのが、まあ一般的らしいんですよ。結構多いのかなっていう気もしたけど、でも 30% 貯金できてるっていうのを今回ベースに考えていきたいなと思ってますと。で、大体今日本の平均年収って400万円前半から、まあ4、500万ぐらいかなと。まあ、東京の人だとで600万円台とかなんで、まあ大体450万ぐらいかなと思うんですよ、平均年収ね。まあ3、40万手取りってことですかね。あ、そう、3、40万手取り。で、そっから、まあ 30% 貯金できると仮に仮定したら、まあ10万円ぐらいの貯金っていうのが、まあ一つ今回の動画のベースの考え方でいいかなと思ってます。そうですね、まあ、ダブルインカムでね、夫婦でこう働いてる方だったらもう10万は全然簡単だと思うから、15万20万毎月貯金できればなおいいんですけど、一旦今回10万で考えようかなと思ってます。令和の富裕層チャンネルでも何度も話してますけど、投資信託やったらどうかっていうのをまず考えてみたいなと思うんですよ。で、毎月10万円投資信託にフルコミットしてですね、特に2024年からは新NISAで月10万円積立NISAができるようになりますからね。そこから出た利益は非課税っていうのが始まるので、まあ、月10万じゃ投資信託やっていこうと思って考えたら、これ年間で120万円まず貯金ができますよね。で、これ10年間やったら1200万円積み立てしますよね。で、1200万円積み立てしたら、投資信託で例えば年利 3%、まあ、よくて 4% だと思うんですけど、まあ、3% で考えてみましょうかと。で、これも以前紹介しましたが、金融庁のホームページでシミュレーションっていう検索するとですね、計算できる便利なツールがあるんですけどね、これ月10万年間 3%、 これ10年間連続で 3% うまく運用が成功したと考えたら、1200万円積み立てたお金が1400万に増えてます。つまり200万円10年間でお金が増えると。これがまあ積み立てNISAが一部その中で使えていれば、非課税の枠もね一部出てくるから手残りも多いよねということで、これがまあ一般的な今流行りの投資信託の10年間毎年 3% うまく運用が成功したらこのレベルだと。これがね、まず基準になると思ってください。うまくいったら、そう、毎年 3% 安定していくっていうのはほぼなくて、いい年もあれば悪い年もあるから、まあ、もしかしたらもうちょっと良くないパターンもあるし、まあ、うまくいってればこの10年でもしかしたら平均毎年 4% ぐらいでいくかもしれないんだけど、まあ、うまくいって 3% 平均かなって、それをベースで計算してますね。で、1200万積み立てて1400万になったと。10年後200万増えた、ね、これが一つの基準です。で、これを5倍にするってことは1000万ぐらい10年後にお金が増えていれば5倍のスピードですよね。これを目指そうかなと。まあ、何が一番いいんですかって言ったら、まあ、いろんな手段あるんですけど、まあ、僕がどうしても皆さんにねやってほしいなと思うのは不動産なんですよ。もう不動産買ってほしいなと思っていて、アパートを中古で買うっていうのをちょっと考えてみたいなと思うんですよね。同じペース月10万円で5年間貯金をしていくとしたら、年間120万円なんで、5年後には、まあ、少なくとも500万以上貯まってる。厳密に言うと600万か、まあ、500万から600万お金が5年後に貯まりますよね。そしたらこの500万600万を頭金にして5000万のアパートを買うっていうのが今回の一つの手段となりますね。頭金とか諸経費で自己資金を使い、それ以外は全部ローンね、銀行のローンが出るという前提で、まあ、4500万とかローンが出ると。まあ、諸経費とかも含めてこれぐらいざっくりの計算しますけど、4500万ぐらいローンが出て、頭金が500万だから600万出て、で、約5000万ぐらいの物件を買いましたと。で、これ中古のアパートで、まあ、利回り、そうですね、エリアによったり築年数によりますけど、まあ、中古で頑張って安く見つけて、まあ、10% ぐらいのアパートを買うことができたとして、で、これをですね、25年のローンで 3% の金利、まあ、3% っていうのはちょっと高めに見てますね。いわゆる信用金庫とか地方銀行で借りる金利だともうちょっと低いんですけど、まあ、
場合によってはちょっと中古のアパート買うんで、ノンバンク系の銀行とか収益アパート専用のローンとか使うときに、まあ 3% っていうのも全然あるかなと思ってます。なので25年ローンの 3% で5000万のアパートを買ったと、5年間500万貯金して、ね、5年後にアパート買ったと。でそっからさらに5年間アパート経営をするっていうことを考えていきたいなと。でそうするとちょうど10年ですよね。なんでこの5年経った6年目から10年目の5年間をアパート経営しましたと。で大体僕らがいつも目指すのっていうのは物件金額の 2% が毎年残るっていうのを一つの基準にして物件選んでいくんですけど、つまり5000万の物件買ったら5000万の 2% はこれ100万ですよね。なんでこれ100万円の手残りが年間で残ると、銀行の返済とか固定資産税とかね、消費費とか全部引いた後の純粋な手残りが年間で100万残るというぐらいの物件を買えると。そしたらじゃあ5年間で家賃収入の手残りっていくら残るのって言ったら、100万かける5なんで500万円残りますよね。だから6年目から10年目のアパート経営のキャッシュフローが500万ぐらいになりますよと。その6年目から10年目の5年間もいわゆる月10万の貯金、最初に決めてた10万の貯金は継続していくわけですよ。そうすると本業の収入の貯金が月10万、これが5年間で約600万ぐらい貯まりますよね。120万円の5年ねで600万と、今の家賃収入の手残り家賃が5年間で500万あると、この5年間でなんともう1000万から1100万ぐらいのお金がまた貯まってくると。なので10年後にアパートを持ちながら1000万から1100万のキャッシュが10年後にあるはずなんですよ。これでなんで5倍なんですかっていうところなんですけど、ここで重要なのは5年間持ったアパートを売却するっていうのを狙って買っていくんですよ。これもちろん物件の選び方によりますけどね、5000万で買ったアパートを5年間賃貸経営して、5年後に5000万で売れるような物件を頑張って買うんですよ。要するに資産価値が下がらないような物件を買う、まあ上がっていくような物件を目指していくんですよね。5000万で買った物件が安くてね、相場よりも5年間持った後に5500万6000万で売れるものを仕込んでいくし、まあ実際僕が過去に買ったアパートそういうアパートばっかりなんですけど、まあ、5000万で買ったアパートが5年後にも5000万で他に買いたい人がいるという物件を買ってですよね。で5年後に5000万で売ったら、じゃあこれどれぐらいお金残るんですかって話をこの後話していきたいと思うんですよね。で5000万のアパート買う時に借金はさっき説明した通り4500万しましたよね。で4500万の借金が、じゃあさっき言った25年 3% のローンで5年間持ったら、家賃収入で借金を返済してったらいくら借金の残債があるか、5年後には3800万円の借金まで減ってます。4500万の借金が3800万になったってことは700万円返済したってことですね。この3800万の残債の状態で5000万で物件売却できたらどうですかって言ったら、これ1200万円手残りありますよね。税金ちょっと置いときますね。まあ5年経った後に売るから長期譲渡税っていうのがかかりますが、5000万で売ったけど借金の返済が3800万残債済むのでね、1200万残りますよと。まあ税金ちょっと掛け算で8掛けしても1000万弱お金が残るから、じゃあ何が起こったかっていうと、貯金が6年目から10年目で500万で、家賃収入のキャッシュフローが6年目から5年目で500万ぐらいあったから、合計1000万まずキャッシュが10年後あります、ね、でそこで物件売却しました、長期譲渡税っていう利益に対する税金払っても1000万弱お金が残るってことは、合計でもう2000万ぐらいになってますよね、はい、なので要するに最初に投資信託で積み立てて運用した時に増えたお金って10年間で200万しか増えてなかったけど、今言ったように5年目にアパート買って10年目で売却かけたら200万しか増えなかったことが、不動産投資をやったことで1000万ぐらいそのプラスが出てるっていうことなんですよ。10年間で積み立てたお金、使ったお金に対して1000万以上お金がアパート経営したことで増えたってことなんで、200万円が5倍以上1000万以上お金が増えてると。まあうまくいけばね、物件金額が5000万以上で売れるような物件が買えればもっとお金増えるんですけど、まあ、ちょっと悪く見ても今みたいな数字の差が出るし、仮に5000万で売れなくてもいいですよ。4500万でしか売れませんでしたと、 10% 物件価格が5年間で下がっちゃったとしても、それでも投資信託で増える200万よりもおそらく3倍以上お金が増えてるんじゃないかっていうような話、計算になってくると、実際こういうことをいつもやってますよというところなので、5000万円のアパートを買うだけでわずか5年でこれぐらい差がついてくる可能性があるっていうことなんですよ。で5000万のアパートを買うためにはどうしても自己資金が必要だから、その自己資金を 10% とか 15% 用意するために最初の5年ぐらいで計画的にお金を貯めていくみたいなことができれば、今人気の投資信託×新NISAみたいな運用だけでね、資産運用終わっちゃってる人に比べたら本当に5倍とか、うまくいけば7倍10倍のスピードでお金を増やすことができるよと、まあ、こういうような感じで差がつくよっていう、今回はこの話をしたかったっていうところなんですけど、意味わかりました？皆さん、これちなみに年収おいくら万円ほどの人だったら挑戦できるんですか？まず理想から言うと、できれば700万以上。
年収700万以上あるととってもいいです。800万1000万あったら完璧って感じ、すぐ銀行の融資出ますっていう感じで、ただ500万円とかの年収の方でも金融機関によっては、さっき申し上げたノンバンクとかねいうところを相談したり、あと政府系の金融機関とかで相談すると融資が出る可能性はあるというところと、あとはご自宅持ってたりとか親御さんから不動産相続してたりして、解体収益アパートと別にもう一つ担保で銀行に抵当を持ってもらっても構いませんっていう強担っていうんですけど、強担出せる人だともう年収400、500万の人でもアパートローンがボーンと数千万出るなんてことはしょっちゅうあったり、私がこれまでにこうサポートした方でも年収400万円台の人がその強担っていうのをね活用することでもう3000万から5000万ぐらいのアパート買ってるっていう方はもうたくさんいるんですよね。そういう選択肢もあるかなと思うので、どうしても個別のその方の状況とかによるのでね、この辺はご相談いただけたらありがたいかなっていうところではあるんですけどね。こういう物件はそんな簡単に見つかるものなんですか？もちろん、ポン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 簡単に見つかるっていう風じゃさすがにないんですけど、ただこれまでの実績で言うと、いわゆる収益アパートの検索できるようなプラットフォームがいっぱいあるんですけどね、ケンビアさんとかラクマチさんみたいな、ああいうところで見つけて買ったケースももちろんあるし、不動産業者さんと仲良くなって物件の情報をもらえるようになって、そっからこういい物件にたどり着いてるケースもあるので、ここもそのケースバイケースではあるんですけどね、ただ見つけることは全然可能です。これご視聴の皆さんでやりたいって思ったら、まずどうすればいいかっていうところですけど、ご自分で探すのが一つありますし、本読んでね勉強してみてアクション取って不動産業者に訪問するとか、そういうのも一つの手だし、私でよければ概要欄に LINE の URL 載ってます。この LINE に登録いただいて令和の富裕層研究所見ましたみたいなメッセージいただけたら、この YouTube 見ていただいてるって分かるので、僕でよければ Zoom 面談をやらせていただいているというのが一つと、せっかく LINE 登録いただいているので、プレゼントも用意しているので、お金持ちになるための手段、お金の稼ぎ方、資産運用の話、あとはお金の失敗しないための落とし穴に気をつけようっていうレポートをねまとめてますのでね、そちらもちょっと LINE 登録いただいたら差し上げてますので、そのレポートをお読みいただきながら、よければZoom面談でも細かくお話をヒアリングさせていただいて、今できる不動産投資をね提案させてもらえたら嬉しいなと思っておりますと、まあ、そんな感じですね。ちなみに無料ですか？もちろんですよ。言い忘れましたけど、もちろんそれは無料で全部相談受け付けてますので、そこも全然皆さんにリスクはないので遠慮なくご相談いただければなと思っております。ということでね、今回は5倍のスピードでお金を貯めるという話をさせていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。こんな形で具体的なですね手段も含めて、様々なお金に関する知識、富裕層になるためのロードマップをですねお話ししていきますので、チャンネル登録、いいねの方ですね、ぜひご協力よろしくお願いします。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。